いつも動画視聴、コメントありがとうだぜ。このチャンネルでは名探偵コナン、ファン必見の考察解説を中心に配信しています。まずはチャンネル登録をしてくれたら泣くほど嬉しいぜ。コメントを書きながら動画視聴するのもおすすめよ。それじゃあ始めていくが、ここから先は本誌最新話のネタバレも含むので注意だぜ。ついに映画タイトルが発表されたわね。隻眼のフラッシュバック、とてもかっこいいタイトルよね。でも内容はどんな感じなんだろう。内容が気になって仕方ないよな。今日はそんな人のためにティザービジュアルや、各キャラの背景から内容を考察するぜ。このティザーだけで考察なんかできるの？何年ファンをやっていると思ってるんだ。それじゃあ考察していくぜ。思い出しちまったものは何？まずはこの真ん中の思い出しちまったぜ。って誰が何のことを思い出しているの？ズバリ私の予想はカンスケが隻眼になった事件だ。どんな事件なの？カンスケは事件の捜査中に雪山で雪崩に遭い、それが原因で左目と左足を負傷しているんだ。そういえば杖もついていたわね。カンスケはその雪崩で半年間意識不明となり、そのせいで行方不明にもなっていたんだ。そんな中、高明は上司の命令を無視して、半ば強引な捜査でカンスケが追っていた容疑者を確保することに成功したんだ。その後、高明がカンスケの入院している病院を突き止めて生存が確認されたんだぜ。高明ってクールに見えるけど、そんな熱いところあるのね。高明は新一や平次、赤井を目の前にした安室同様、熱くなると周りが見えなくなってしまうんだ。でもそれがいつもツンケンしてるカンスケに発動するのは燃えるね。なんだかんだで仲が良いんだ。話を戻すと映画の中の事件で、カンスケはこの隻眼になったきっかけを思い出すのが、映画の本筋だと予想しているぜ。実際ティザーにはパラボラアンテナがあるだろ？アンテナがある長野県の場所は野辺山だ。そうなると物語に山が関連することは必然だし、山とはまさにフラッシュバックするんじゃないかな。原作で明かされなかった話を映画で保管ってことね。そういうことだ。今まででそういう例はあるのかしら？いっぱいあるぞ。ハロウィンの花嫁では松田が捜査一課にいた時のこと。14番目のターゲットでは、小五郎と襟の別居のきっかけなど、本筋に大きく関わらないけど、気になる話は映画で回収されがちだ。ますます期待が高まるわね。小五郎の表情の意味は？そして小五郎よ。あのダメ親父の小五郎がこんなに大きく書かれることなんてあった？ティザーに限って言えば水平線上の陰謀以来、実に20年ぶりだ。もう20年経つの。しかしこんな大きく書かれるということは、主役級の活躍を期待してもいいよね？もちろんだ。小五郎は何を見つめているのかしらね。表情も少し寂しげだわ。小五郎の表情を変えるなんて、あの人絡みだろうな。妻の妃襟ね。その通りだ。真ん中の思い出しちまったぜは、大和の隻眼のこともそうだが、小五郎と襟との思い出絡みであると呼んでいるぜ。いろいろ思い出はありそうだけど、どんな話が来るかな。別居の遠いきっかけになった14番目のターゲットの襟人質事件、セリフだけは語られているプロポーズのことなど、素手での話もありそうだが、今まで語られていない初おろしの可能性も大だぜ。小五郎のかっこいいところが見られそうなだけで、隻眼のフラッシュバックへの期待は大だわ。私は銃の腕を久しぶりに見せてほしいと思っている。なんせ警察学校の伝説になってるくらいなんだからな。アムロにも見せたいね。シークレットゲストは出るのか？すごく面白い映画なことは確定だけど、隻眼ってなったら黒田管理官の出演が気になるわ。黒田は長野県警にいたこともあって、カンスケたちとも関わりがあるから出演は濃厚だと思うぜ。若さとラムはどうなのかしら？私はラムの方が可能性高いと思っている。というのも今回の脚本は黒金のサブマリンと同じ桜井さんだ。桜井さんは黒金のサブマリン公開時のインタビューで、黒田亮英、ラム、スコッチを通した高明のドラマはゴニョゴニョゴニョ。オファーがあったら書きますとおっしゃっていたんだ。オファーがあったのかしら？なんだか実現しそうじゃない？軸は大和が隻眼になった時の話かもしれないけど、高明にもスポットライトは 100% 当たるだろう。そうなったら少なくともスコッチ、つまりは弟博光の話は来るんじゃないかな。どんな話になるのかしらね？舞台が長野となると二人の幼少期だろう。高明中一、博光小一の時に両親が殺害されていて、そこから離れ離れで暮らしているんだ。だから事件以降は高明と博光の二人はほとんど会うことができないでいた。となれば事件以前の回想が中心だと思うぜ。どんな兄弟エピソードが飛び出してくるのか楽しみね。ただ会っていないことは作中で語られていないため想像に過ぎないから、高明が在学中に博光が古谷を高明の元に連れてきたような、久しぶりの再会エピソードも十分にあり得るぜ。どんな博光が来ても楽しみだわ。
でも正直ファイル1136を見ると、大人になってからのヒロが一番ホットよね。大人ヒロは来るかもしれないぞ。その根拠は何？映画タイトルだ。映画タイトルの画像をよく見てみると銃でガラスを撃ち抜いたような跡があるだろ。石眼って文字のところにあるけどこれが何なのよ？おいおい何回もこのチャンネルで触れているだろう。視聴者さんはバッチリだよな。そう、スコッチが自分で命を絶った時撃ち抜いたスマホだよ。単行本第90巻テレビアニメ第866-867は、裏切りのステージで語られることだな。あーごめん忘れてた。つまりこの撃ち抜かれた後は、ヒロミツを意味するってことね。私はそう思っている。さらに私はこのヒロミツつまりはスコッチの死に、ラムが絡んでいると思っている。それはどうして？ラムが裏切り者に対して厳しい態度を取ることが、純国のナイトメアや単行本第97巻、テレビアニメ戦3話戦5話、36マスのパーフェクトゲームなどからわかるからだ。スコッチが組織の裏切り者。そのことを悟ったのはラムなんじゃないかな。人とかでも良さそうな気がするけど？私も当初はそう思っていたけど、36マスのパーフェクトゲームで、高明がラムに絡みそうな雰囲気があって、そこからラムがスコッチの死の原因だと感じているんだ。確かに優秀とはいえ H 地方警察官が、黒の組織に関わるのは変な話よね。とは言っても映画でスコッチの死の真相が全てわかるということはないだろう。しかし黒金のサブマリンでボスとラムが、連絡取れていないことが明らかになったように、情報としては少しだが、スコッチの死の真相が見え隠れする展開に期待だぜ。長野県警の過去におっちゃんのラブ、さらにはスコッチのことだなんて盛りだくさんね。余談だがコナン映画にムービーマークという、コナンのシルエットプラス、英語タイトルロゴが記されたものがあるんだ。今回のシルエットは単行本97巻つまりは、高明、アムロ、ラム、小五郎、コナンが一堂に会する36マスのパーフェクト収録巻だ。今までの単行本もムービーマークと関連しているの？100万ドルの道しるべのムービーマークは、平次、カズハ、沖田、鬼丸、もみじ、いおりと映画出演メンバー揃いまくりの剣道大会の話。単行本94巻の超待ての扉絵だぜ。めちゃくちゃ関連しているじゃない。しかしそれ以前はグッズやポスターなどの由来な場合が多いから、あまり期待しすぎも良くないぜ。コナン博監督。そういえば今回の監督さんコナン映画は初めての人らしいね。どんな人なのかしら？今まで何度か演出としてコナン映画に携わった方だ。ゼロの執行人根性のフィスと黒金のサブマリンに参加してるぜ。そうなんだ、面白いコナン映画を作ってくださってるすごい人なのね。他の作品では監督を務めたことはあるのかしら？アニパラあなたのヒーローは誰ですか？第19弾ユニバーサルリレー、高橋真だな。テレビアニメだから色々異なるかもしれないが、重原さんの監督作品がチェックできるぜ。副監督だと勇気爆発バーンブレイバーンを担当しているぜ。石眼のフラッシュバックがどんな映画になるかを予想するにもこれはいい情報ね。ちなみに近年の映画で重原さんが関わっているのは、劇場版美少女戦士セーラームーンコスモズ前編、映画ドラえもん、のび太の新恐竜だ。コナンの映画だけでなくこっちも予習しようかな。じゃあ今回はここまで、コメントや感想をよろしくだぜ。面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価もよろしくね。それでは、また次回お会いしましょう。